島市の福島稲荷神社で行われた吉祥祈願には、サッカー J3 福島ユナイテッド FC の服部俊浩監督をはじめ、選手とスタッフなどおよそ40人が参加しました。今シーズンのクラブスローガンは一心一石。これまで積み上げてきたパスサッカーを軸に J2 昇格を狙います。チームの目標はもちろん昇格優勝です。一日一日を大切にして、一生懸命戦いたいなと思います。日々の練習を大切にして試合で結果を出して昇格できるように頑張っていきたいと思います。ユナイテッドは来月5日アウェイで FC 今治との開幕戦を迎えます。